ココアートチャンネルへようこそ。今日もココアートチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ちょっと今日はおすすめの映画というかもう DVD なんですけれども、それをご紹介したくてビデオブログにしました。こうやって紹介したかったんですけれども、いろいろね、やっぱ著作権の問題とかもあるので、ちょっと話術だけで頑張りたいと思います。映画のタイトルはビッグアイズです。ティム・バートンが少し前に映画にしたことでとても話題になりました。このティム・バートンのビッグアイズは実話なんですね。ゴーストペインターの話です。まあ、なかなかこの業界でゴーストペインターっていうのはなかなかないんですけれど もう当時もセンセーショナルで、とてもショッキングに新聞でも取り上げられたぐらい、すごいなんか話題になったみたいです。マーガレット・キーンとその旦那のウォルター・キーンを描いた映画なんですけれども、マーガレット・キーンは自分でそのビッグアイズの絵を描いてたんですけれども、旦那様がそれを自分が描いたことにして世の中に発表して売れたという、なんかもう売れたどころじゃなくて、もう本当に複製画がもう本当にすごい数アメリカで売れたみたいです。当時アメリカでビッグアイズを知らない人はいないぐらいすごい流行った、そんな作品みたいです。そんなマーガレット・キーンのビッグアイズ、ゴーストペインター、実話なんですけれども、それをティム・バートンのカラーで美しく映画に仕上げた、そんな作品です。まあ内容的にはまだご覧になってない方がいたら申し訳ないので、ここではちょっとビッグアイズの作品を描いたのはマーガレット・キーンという、昔アメリカを一世風靡させた、そんなポップアートの第一人者なんですけれども、私が初めてマーガレットの作品に会ったのは、母が経営していたパーラー、あのカウンターだけの喫茶店みたいなのを母がやってたんですけれども、そこに父がアメリカに行った時にお土産で買ってきた古びたポスターがあったんですけれども、それをずっと飾ってて、まあお客様のタバコの槍でだいぶ色あせたり黄ばんではいたんですけれども、その絵を未だになんか鮮明に、あの大きな目をした子供の絵を覚えてるんですけれども、記憶には残ってたんですけれども、なんかどういう人が描いた作品なのか、そういうこと知識は全くなくて、大きな目の子供の絵だな、そのぐらいしかなんかうっすら記憶にあって、でも少なからずどこかで多分影響を受けてるのかなって、そんな風に思います。なんか今も昔もそういう美術界のなんか不思議とか、いいとことか嫌なとことか、そんなとこをなんか考えさせられるような、そんな映画でした。当時のマーガレット・キーンの作品もたくさん出てきて、私にはすごい勉強になるなって、マーガレット・キーンの絵に対する純粋な思い、そういうところがやっぱり私も見習わないといけないなって、これからも純粋な気持ちで絵に取り組んでいきたい、そんな風に思いました。もしまだ映画を見てらっしゃらない方がいたら、レンタルでもいいですし、よかったら見てください。この YouTube にもビッグアイズの予告編がたくさん出てるので、ぜひ検索してあのご覧になってください。それで見てみようかなと思ったら、ぜひレンタルでもいいですし、今でしたら Amazon でも買えますので、ぜひご覧になっていただきたいです。ティム・バートンの世界観が素晴らしい、そんな映画になっています。でも実話なんです。はい、今日はティム・バートン監督の映画ビッグアイズをご紹介しました。ぜひご覧ください。私はもちろんもう保存版としてDVD を買って何回か見ています。ココアートチャンネル、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。画面の中の私のプロフィール写真、または概要欄にもリンクを貼ってありますので、そちらからココアートチャンネルのおすすめ動画を画面に貼ってあります。よろしければそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。